やはり今回錦鯉さんが来られたということはですね、はい、あの例のパンのね、はい、ギャグがみんな見たいんじゃないかなと、ご覧になりたいんじゃないかなと、ね、カメラの向こうの皆さんも、はい、まあまあこれをゾンビだと思っていただければね大丈夫です。ゾンビギャグやらないでよ。レーズンパンは見た目で損してる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、シャッターの音が、はい。僕は一度もそう思ったことないですけどね、レーズンパンが見た目で損してるなんて。一回も思ったことないです、ね。実は思ったことないんですね。僕は全然思ったことない。だからそれ意見あの分かれて賛否両論になってて、はい、どの部分が何が見た目で損してる。いやいや、なんか分かるじゃない、なんか雰囲気がね。なんかちょっと首かしげられましたね。ほら特に女子はもう、ね、そんなことないもんね。いやだけどあの分かるよっていう人とあの、うん、全然そんな思わないっていうので、うん、その今論争が起こってて、論争が起こってたSNS 上でレーズンパン論争が、そうで、まあ、僕が言ったことによってそのレーズンパン買ってきました、食べたくレーズンパンになりましたって食べた人もいるし、あとびっくりしたのが、うん、そのレーズンパンは見た目で損してるっていうなんか T シャツを作った人がいるんだよね。そう、そう、実際にそれぐらいまでちょっと今、ね、ありがとうございます。すごいですね。いやびっくりしましたよ。もう余波が素晴らしい。本当にでもその T シャツ着ても新幹線でと見に行っていただくってね、嬉しいですね、はい、それはぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。失礼します。ということで、じゃあ、 あの言葉に甘えてとか何も言われてないんですけど、はい、さらにちょっとお願いをしちゃってもいいですか。はい、いいですよ。できればですね、はい、今回その新幹線ハント、まあ、もしくはゾンビにかけた、ええ、もう一つ本日のためのギャグなんてご披露いただいてもいいですか。はいはい、じゃあぜひうちのゾンビが行きますのでよろしくお願いいたします。はい、いいですかね。お願いします。新幹線ハントは面白い。出た。どうでしょうか、ね、偏差値3のギャグでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。直球で来ていただいて。直球ですね。直球が好きですね。もうこれ論争にならないぐらい直球で、ね、もう、ね、真実を伝えましたんで語っていただいたという、はい、これはどうですかね。あ、もうあるんですね。まだありました。今浮かびた、はい、すいません、はい、ゾンビはお見た目で損してる。見た目だけじゃねえよ、ゾンビは。いいじゃないですか、これ。こっちの方が、こっちの方が分かりますよね。ちょっとなんか、すいません、ありがとうございます。よかったです。レーズンパンよりこっちですよね。確かにね。ね、これは、ね、もう納得ですからね。納得ですよ、これは。うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ向かって左のカメラマンさんに流れていきます。